2号第351潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦。いわゆる潜水タンカー。計画名は戦法型、補給船、あるいは潜水艦で、艦型名は E351 型。同型の管制艦はない。日本海軍では、真珠湾攻撃の5年前から、航空機によるハワイ攻撃作戦の研究が組織的に進められていた。 1936年に海軍大学校がまとめた文書、対米作戦用兵に関する研究には、海戦全敵主要艦艇特に航空母艦エールに在白する場合破的の不意、二乗時航空機並みに中堤、大堤、ニール球衆をもって海戦するの着意あるを様子とある。もし対米戦が始まっても、アメリカ艦隊が出撃してこなければ、日本海軍の想定した。 即戦即決の艦隊決戦は起きない。そこで敵の根拠地である真珠湾を航空機で奇襲攻撃することで開戦し、アメリカ艦隊に早期の出撃を強要することを考えたのである。その奇襲攻撃には空母艦載機のほかに、航続力の大きい飛行艇を使用するつもりだったので、ある。この文書には、続いて、しかもし点現状にお手肌一定。 中堤端系東端付近より出発し埋洋上、静音、なる地域に配備せる水上規模艦によって中継補給を、行不等の手段を講ずるお様子とある。この手段を水上艦艇で具体化したものが、飛行艇母艦が貴島であり、潜水艦で具体化したものが、潜伏型であった。潜伏型は、飛行艇の燃料補給を行うために設計された潜水艦で、 建造途中で離島基地への補給任務にさらにガソリン輸送艦に変更された。海軍は丸追計画と五計画で各3隻、計6隻の建造を目論んだが五計画艦は改め五計画へ移行した際にすべて削除され、丸追計画艦も選挙区の悪化に伴って一隻が命名前に建造中止となり、2番艦位352は クレコで建造中の1945年6月に空襲を受け沈没し、最終的に一番艦の E351 だけが1945年1月に竣工した。補給用燃料を大量に搭載するために水蒸気を搭載しない潜水艦としては日本で最大の排水量を持つ艦となった。その E351 は第二次世界大戦末期に シンガポールからのガソリン及び航空要員の輸送任務に従事したが7月14日にボルネオ島沖でアメリカ海軍の潜水艦ブルーフィッシュの攻撃で撃沈された。マルツイ計画の潜水艦第655号艦型の一番艦、歌唱艦名第655号艦として計画。1943年5月1日、クレ海軍交渉で寄港。 12月22日、以後第351号潜水艦と命名されて、E351 型潜水艦の一番艦に定められ、本席をクレチンジフと仮定。1944年2月24日浸水し、本席をクレチンジフと定められる。9月7日、偽装委員事務所をクレ海軍校省内に設置し事務開始。 1945年1月28日竣工し、偽装員事務所を撤去。同日付で、第6艦隊第11潜水船隊に編入され、4月4日まで、イオナダで訓練に従事。4月4日、第6艦隊第15潜水隊に編入。4月中は、内海西部で待機。シンガポールからのガソリン輸送任務に投入され、5月1日に、暮れ発。 5月15日にシンガポール到着。ガソリンを搭載して6月3日に佐世保に到着した。6月22日、再び佐世保からシンガポールへと向かう。7月6日にシンガポールに到着し、航空用ガソリン500キロリットルを積載。多便乗車42名を乗せて7月21日に佐世保へ向けシンガポールを出発。 7月14日、南シナ海で、浮上航行中のところを、アメリカ潜水艦ブルーフィッシュに発見され、ブルーフィッシュは魚雷2本を発射。それが命中して沈没し、110名が戦死。3名がブルーフィッシュに救助された。7月31日、南シナ海で喪失と認定。9月15日除籍。タウヤキッツグ中佐。 1944年8月25日から1944年10月10日、南部新清少佐。1944年10月10日から1944年12月11日、岡山と少佐。1944年12月11日から1945年1月28日、岡山と少佐。 1945年1月28日から1945年7月31日戦士認定。同日付に海軍中佐党官が命名された。事実はない。ありがとうございます。